骨氷上飴は、魚類の2番目に大きな上目で、構成魚種は骨、氷類と呼ばれる。この多様なグループは、原生魚類の約28%に当たる8000、近い魚種を包含し、淡水魚では68%を占め、南極を除く、主要大陸のほぼ全域に分布する。表皮の傷口から他魚に危険を伝える、警報物質が放散されることや、 ウェーバー機関を持ち聴覚に優れることなど、多くの共通した特徴がある。食用や釣りの対象、観賞魚、研究対象等として、人々に関わりの深い魚種を含む。モツゴスドロスブラパルバコツヒョウウワメとは、警報物質とウェーバー機関を有する魚種のグループで、前骨、表形と、骨、表形の2系統に分けられている。警報物質を持つが、ウェーバー機関は、 原始的なグループが、前骨、表形で、ウェーバー機関が発達したグループが骨、表形である。従来の骨、表類は、現在骨、表形に属する魚種のみで構成された。新たにネズミギスメが骨、表類に加えられ、従来の骨、表類をネズミギスメと分割するため、1970年に、ローゼンとグリーンウッドによって、骨、表形が定義された。 海分類は、下記の通り、上記のような骨表雨の定義では、分子系統学的な知見から単系統性に疑問が生じる。ネズミギス目は濃い目以下骨表形のグループより、二進目と系統的に近辺で、ネズミギス目と二進目で単系統群とみなすことが可能である。骨表雨と二神雨は、姉妹群の関係にあることが判明しており、両雨を合わせて、 探検当群とする骨、氷枠の卓存が新たに定義されている。骨、氷類の化石は前骨、氷形、骨、氷形ともに白亜紀初期から知られ、オーストラリア以外の全大陸から算出している。骨、氷類は現在、南極を除く全大陸に分布する。骨、氷形の祖先は、ジュラキ、パンゲア大陸分裂前の淡水環境を起源とし、 分裂に伴い原生4目への系統の分岐が起こった。北のローラシア大陸と南のゴンドワナ大陸の分裂はそれぞれに原生の濃い目とカラシン目につながる系統を分岐させ、カラシン目の祖先は中高生のカラシン目と夜行性のサイローラフィジーに分岐した。原生のカラシン目は南アメリカとアフリカの両大陸に分布するが、近年では北アメリカへも進出している。 電気受容器を、はじめ多くの特徴を持つサイローラフィジーの起源は、アップ時に、ゴンドワナ大陸が、南アメリカとアフリカに分裂する以前である。ただし、電気ウナギメ、ディプロミウステイスカ、オトシンクルスなどの規定的タクソンが、南アメリカにのみ存在することは、サイローラフィジーが、ゴンドワナ大陸西部を起源とするか、あるいは分裂後アフリカでは絶滅したかのいずれかである、ことを示唆する。 現代では、ナマズメは拡散して、世界中に分布する。メコンゴーナマズパンガシアノドンギガスコツヒョウウメは、極球ワメに次いで蒸気綱の2番目に大きなウアメで、5つの主要な系統を含み、非常に多様なグループとなっている。ネルソンでは、5つの木に、原生魚種のおよそ28%に当たる1075属7931種が記載されている。小カ、カシンカ、 ロリカリアか、カニノボリかの4つのトガが合計4656種を含み、過半数を占める。コイカは、淡水魚類最大のトガで、脊椎動物としてもはずかに変わり、最大のトガとなっている。骨、氷類は、淡水魚の約68%を占め、南極以外の全体陸と、グリーンランドニュージーランドを除く、大きな島々に生息する。 なお、およそ123の海産種もいる。骨、氷類は、例えば重さ3 0 0ラムに達する、大型淡水魚メコンオーナマズや、全長1 2トルにしかならない超小型の淡水魚、ダニエンナトロンスルーシャダなど、実に多様な魚種で構成される。ヒレナマズカのように、直接空気中の酸素を呼吸するものや、水の外でもある程度生きられるフリートビュス。 シスターナラムなどの種もいる。電気のマズカや電球なぎ目は発電機関を持っている。ラットの浮き袋ネズミギス族以外のほとんどの種には浮き袋がある。通常、浮き袋は2つの機質に分かれており、小さい全質は部分的に、または全体が銀白色の皮膜で覆われる。高質は全質より大きいが、いくつかの分類群では縮小しているか、 あるいは欠落している。魚体各部の表面細胞には暗記洗いという微細な棘状の突起が存在する。この構造は骨、氷類だけに認められる。骨、氷類の多くが恐怖反応の一種である特有の警報物質を持つ。警報物質は表皮細胞で生成されるフェロモンで全ての骨、氷類で類似するか同一のものである。 魚体が傷つくと傷口からこのフェロモンが放散され、匂いを感知できる同種お及び禁煙種に恐怖反応を引き起こす。ただし、恐怖反応を示すことはないが、警報物質は持つ種や、あるいは恐怖反応、警報物質ともに持たない種が一部存在する。エルンスト・ハインリヒ・ウェーバー骨表形の主要な特徴の一つに、ウェーバー器官を持つことが挙げられる。この構造以外に、 今日の骨、表形の反映を合理的に説明可能ないかなる特徴も存在しない。ウェーバー器官とは、聴覚器と浮き袋をつなぐ、ウェーバー小骨と呼ばれる一連の小骨片からなる骨格で、骨表の故障の由来となっている。ウェーバー小骨は、浮き袋の内壁と左右の耳の球形脳につながる、リンパ管に隣接する Y 字型のリンパ空を連結する。 この構造により、浮き袋の振動が内耳に伝達されることで優れた聴覚を得ている。前骨、表形では、前から3番目までの椎骨が特殊化し、1個またはそれ以上のあばら骨と連結される。骨、表形では、前から4番目内耳5番目までの椎骨に、ウェーバー小骨と同等の明らかな変形が見られる。完全に作用する、ウェーバー器官は、浮き袋ウェーバー小骨。 全部脊柱、いくつかの筋肉と人体によって構成される。ウェーバー機関の名称は、ウェーバー小骨の作用を解明した、ドイツの解剖学者、生理学者、エルンスト・ウェーバーにちなむ。ありがとうございます。